水 500cc の分量になります。3倍作っていただけますので、たくさん作っておくと良いかと思います。昆布の汚れを落として入れて水 500cc を入れます。60度に合わせてじっくり昆布から旨味を引き出す調理をしております。出汁を取りまして、残り10分ほどかけて沸騰までさせます。このようにキッチンペーパーでこしていただいたら、はい、綺麗なお出汁が出来上がります。